シャルル・ド・ゴールは、フランスの政治家、陸軍軍人、第18代フランス大統領、第二次世界大戦で、本国執行後、ロンドンに、ドレーヌ十字の自由フランスを樹立し、レジスタンスと共闘した。臨時政府で最初の首相となり、1959年1月8日には、第5共和制で最初の大統領に就任した。任期中は、 アルジェリアの独立の承認、フランスの核武装、ナトー脱退などを実現した。1890年11月22日に、ノールケン・リールで誕生した。当時は、ロフツ同盟の時代であった。親は、イエズス会学院の校長として、歴史家を教えていた父のアンリ・ド・ゴールと、母のジャンヌ・マヨーであった。ジャンヌは、ノールケンの名門実業家と、隕石関係にある。 ジャンルから五神党をたどったところに、ソジェンからインドシナ銀行重役として派遣されたオクタブ・オンベルグパパがいる。その子であるオクタブ・オンベルグジュニアは、世界恐慌の時、ラザードとフランス植民地金融社を創業した。ロレーヌ地方の金融勢力は、ド・ゴールの政治生命に関わる存在であり続けた。ド・ゴールの父であるアンリは、医学、理学、 文学の三つの博士号を持っていた。また、アンリは、不仏戦争に、騎兵注意として参戦して、負傷、祖国の敗戦を経験している。幼少のドゴールを、たびたび戦績に連れて行くなどの軍人教育を行った。祖父のジュリアンは著名な歴史学者だったという。祖,祖父は、ルイ16世紀の法律顧問で、フランス革命時に投獄された。ドゴールは、 フットボールと詩が好きな少年であり、16歳の時には、悪しき出会いと題された詩が、コンクールで一等に入賞した。25フランの賞金は実写の出版に用いられた。第一次世界大戦までとゴールは幼い頃より、歴史に興味を覚え、地元の中学校を卒業した。1909年にサンシール陸軍士官学校に入学した。卒業後は、 不評第33連隊に陸軍将尉として配属された。不評第33連隊はフィリップ・ペタンの連隊だった。第一次世界大戦では大尉としてドイツ軍と戦い、1916年にはベルダン戦で部隊を指揮した。ドゴールは最も厳重な捕虜収容所だったインゴルシュタット城の牢獄、天女の宿で生活しており、 戦中5回脱獄を図ったもののすべて失敗した。1916年3月2日、ベルダンのドゥオーモン要塞付近で捕虜となったドゴールは、インゴルシュタット第9要塞捕虜収容所、ドイツ中部クロナフ派のローゼンベルク捕虜収容所、インゴルシュタットとニュルンベルクの中間にあるバイセンブルク近郊のビュルツブルグ捕虜収容所などを、 点々とし、この間に5回もドゴールは脱走しているが、その度に連れ戻され、ようやく休戦を迎えた。ポーランドから中東へ戦後ポーランドの軍事顧問となり、同国へ赴任した。当時ポーランドは革命ロシア赤軍の侵攻を受けており、首都ワルシャワまで迫られていた。ドゴールはこの戦いで活躍し、ポーランド軍少佐の称号を得るとともに、ポーランド政府から、 勲章も授与された。1921年、ド・ゴールは帰国し、サンシール陸軍士官学校の軍事士、担当教官として務めた。同年4月7日、イボンヌ・ヴァンドルーと結婚した。この年、弟ピエール・ド・ゴールが、ユニオン・パディ・ジェンヌへ入校した。1922年11月、ド・ゴールが、フランス陸軍大学校へ入学した。 そして数年の間ペタンに代われ軍事教育を担い、戦闘行為と指揮官という特別講演を行った。1926年、レーモンポアンカレ内閣が、預金教託金庫と別個の独立焼却金庫を、廃して、国防証券管理、タバコ産業経営、交際焼却のための独立金庫を創設し、旧オスマン帝国領から、莫大な財源を得た。 1929年11月、ド・ゴールがベイルートキャンプで軍事情報を管理した。1931年11月、パリの軍事最高会議事務局に入る。1932年、ド・ゴールは中佐となり、軍事最高会議事務長に就任した。1934年に気候下軍に向けて、1938年にフランスとその軍隊を執筆した。 アドルフ・ヒトラーは、ド・ゴールの著書、職業的軍隊を目指してお読み感銘を受けたが、著者はアンディ・ジローだと勘違いしていた。前後して、1934年には、エルベアルファンが、オスマンサイム管理局の廃止されたトルコに派遣されている。電撃作戦の推進1939年9月に、第二次世界大戦が勃発した。まやかし戦争と呼ばれる睨み合いの後、 1940年5月にドイツ軍のフランス侵攻が始まった。マジの戦をドイツ軍は機動力のある装甲部隊で迂回し、フランス軍はわずか1ヶ月間で敗北した。開戦直後の5月15日、モーター大佐ドゴールは新編の第4機構師団長に任命されており、そこで戦車の集中運用を行った。村無県アブビル近辺の反撃では、 ソンム川南岸の敵共闘歩3つのうち2つまでを取り返した。その後まもなくドゴールは陸軍次官に任命され、部隊の指揮を離れた。亡命政権とアフリカ1940年6月には、同年3月のエドアール・ダラディエの辞任により、新たに首相に就任したポールレノを率いる、新内閣の国防次官県陸軍次官に任命され、 フランス軍史上最年少の49歳で少々となった。ドイツ軍によるフランス侵攻に対するイギリス軍の協力を得るためロンドンに飛びウィンストン・チャーチル戦時内閣と交渉を開始する。その中で合法的に英仏連合軍の指揮権の統合と亡命的性格の政策英仏連合に奔走した。イギリス側の閣議決定後 フランス政府の避難先ボルドーに向かったが、レノー内閣は、英仏連合の案件と急戦派の圧力で、総辞職し、時間職を解かれた。自由フランス期6月15日に、首都パリが陥落した。やむなくドゴールは、イギリスへ召喚された、連合軍顧問の英陸軍将校、スピアーズ将軍に同伴して亡命することを決断した。そして、ロンドンに亡命政府、自由、 フランスを結成し、BBC ラジオを通じて、対独抗戦の継続とビシー政権への抵抗をフランス国民に呼びかけた。こうした情報戦をアンドレ・ドゥ・バブランがさらに展開した。彼はロスチャイルド家と古くから隕石のボルム銀行を代理する立場にあった。ビシー政権の主要な閣僚は同行から出ていた。翌年月日度 ゴールは、ジャン・ムーランと会見、一つの大きな組織、レジスタンス国民会議を作るためムーランを極秘で、フランス本土に派遣する。同年、エルベアルファンが、ド・ゴールの経済顧問となり、ボルムトロス・チャイルドの共同出資により、スナパが設立された。パッシュ大佐は、スナパの監査役となった。ファイル、デゴール・アウィー・ドット・ジ G1942 年。 チュニジアで指揮を取るド・ゴールかサブランカ会談で、チャーチル、ルーズベルト、ジローと共にド・ゴールは自ら自由フランス軍を指揮して、アルジェリア、チュニジアなどのフランスの植民地を中心とした北、アフリカ戦線で戦い、対独抗戦を指導した。しかし、普通インドシナやマダガスカルをはじめとする植民地や、フランス本国のフランス軍の多くは、中立を維持するか、ビシー政権に帰属した。 その後、自由フランス軍は連合国と共同で、フランス植民地のバボン、マダガスカルを攻略した。1942年には、アルジェリアのフランソワ・ダルラン大将が連合国側につき、北アフリカのフランス主席となったが暗殺された。この暗殺の背後には、ド・ゴールの関与があったという説もある。アンリ・ジロー大将がダルランの後継となり、ド・ゴールとフランスを代表した。 地中海の政治、経済1943年1月、フランスの指導者を決めるためカサブランカ会談が開かれたが決着しなかった。5月に、フランス国内のレジスタンス組織全国、抵抗評議会はド・ゴールをレジスタンスの指導者と決定したが、6月にアルジェリアで結成されたフランス国民、解放委員会はド・ゴールとジローを共同代表とした。 この二党体制は11月にジローが辞職するまで続いた。委員会は翌1944年にフランス共和国臨時政府に改組されドコールが代表となった。1944年6月、連合軍によるヨーロッパ大陸への再上陸作戦、ノルマンディ上陸作戦は成功。ドコールは祖国に戻って自由フランス軍を率い、連合軍と共に戦い。 同年8月25日にパリを解放した。翌26日、エトアール外戦門からノートルダム大聖堂まで外戦パレードを行い、シャンゼリゼ通りを埋め尽くしたパリ市民から熱烈な喝采を浴びた。フランス解放後、臨時政府がフランスの統治を行うこととなり、政権議会は満場一致でドゴールを臨時政府の主席に選出した。 ドゴールは自由フランス時代から第三共和制の議会制度には欠陥があると主張していたため、他の指導者、政党の意見を無視することが多くなり、とりわけ社会党、共産党から批判を受けた。ドゴールは経済政策として増をエメル・ペルクを用いた。エメは1923年からシュナイダー家でキャリアを積み、東王に確固たる地盤を築いていた。 そして、ド・ゴールは1945年10月、ミシェル・ドブレのデクレで、フランス国立行政学院を設けて、格差国家を運命づけた。社会党が軍備費を20%削減する予算を提案するに及び、ド・ゴールは予算案に反発して1946年1月に、突如として首相を辞任した。政権議会が制定した総案が否決され、再度行われた。 政権議会選挙で人民共和派が躍進した。ドゴールは自らの憲法構想を表明するようになった。ドゴールは政府と大統領の権限を強化し、政府内部での統一が図られるべきだと主張したが、実際に採択されたフランス第四共和政憲法には反映されなかった。彼はこの新年から1947年にフランス国民連合を結成した。 この前後にはタリド・ゴールは財政を支配して、1945年、ルノーを、1948年エール・フランス航空を、国営化した。翌1949年8月4日、シコバンを創設した。この間には、刑罰も固めた。1946年、長女エリザベートが、軍人、アランド・ボワシューと結婚した。ボワシュー家は、シュナイダー家と、 隕石関係にある。ボワシュー家のミシェルは、ロスチャイルドのペナロヤで、専務理事となる。1947年、長男フィリップが、モンタラン・ベール家の娘と結婚。モンタラン・ベール家は1929年4月から、すでに、バンデル家と隕石であった。ドゴールは、マーシャルプランを受け入れ、ジャンモネが、独占資本のさらなる育成計画を立案した。1951年、 欧州石炭鉄鋼共同体が誕生した。1952年、欧州防衛共同体の批准を拒んだ。1955年、ザール独立が住民投票で阻止され、ド・ゴールは公的生活から引退すると宣言した。1956年からは、ボア州がアルジェリア戦争で軍を指揮した。再登板とリュエフ1958年5月、 アルジェリアのフランス植民者がアルジェリアの独立運動に対抗するためアルジェリア中流軍と結託して本国政府に反旗を翻しドゴール万歳を唱えてフランス本土への侵攻計画を立てた。現地中屯の落下山連隊がコルシカ島を占領し鎮圧に向かった共和国保安隊も到着後反乱軍に同調しフランス本土に脅威を与え始めた。 そこでピエール・フリムラン首相ドルネコティ大統領は軍に顔の効くドゴールに出馬を要請した。ドゴールは現在の極めて困難な情勢の中で行動するために必要な全権を求めた。ドゴールは1946年憲法が政党支配制に他ならず執行府により大きな安定性と権威等を与えるが、だからといって民主的であることをやめないような新しい 政治体制に座を譲るべきであると確信していた。ドゴールは首相指名を受けた後の6月1日、国民議会に対して6ヶ月間の全権委任を要求し、新憲法草案を提示した。議会はこれを承認し、ドゴールは正式に首相に就任した。この全権は1958年6月3日の憲法的法律によって承認された。 ジャック・マシュ将軍やラウル・サラン将軍など中流軍首脳部はこれを指示した。そして6月4日にアルジェのアルジェリア総督府からとゴールが私は諸君を理解した。と叫んだ。欧州ぐるみの周到な計画によりアルジェリア情勢は落ち着いた。その全貌は説明しきれない。1958年からジャック・リュエフが同体の基軸を成していた。 レーモンポアンカレの時から政府の経済顧問であったがフランス銀行副総裁の地位をビシー政権に追われた彼は戦後にモンペルランソサイエティを主導1952年から10年もの間欧州司法裁判所で判事を1959年から翌年にかけてモナコ首相を務めた。デュエフ・プランがフランスの対外債務を消却した。 第五共和制の成立ドゴールは、正規の形式に従い議会から憲法案を準備する権力の承認を獲得、その憲法案は人民投票に付託されることになった。ドゴールが示した憲法草案では、大統領の権限を強化し議会の力を抑制する新憲法を立案し、直ちにこれは国民投票に付された。1958年9月に行われた、 国民投票で新憲法は投票者の80%近くもの賛成により承認された。同年10月4日、フランス第五共和制憲法が交付、制定され、ド・ゴールは第18代大,大統領に就任した。すぐ憲法評議会が設置された。これをローネ・プーランやエッソの重役であったレオン・ノエルが主催した。 彼は、ペタンの死後に政権を継承するよう遺言された7人のうちの一人で、さらに、フランス国民連合の指導者の一人でもあった。1949年には連合の全国、評議会副議長となり、1951年から1958年まで会議員を務めていた。1958年9月、フランス領にシアフリカ及び、 フランス領赤道アフリカの広大なフランス領の植民地に対しフランス共同体の下での大幅な自治を認める第五共和国憲法の承認を求めた。求心的独立派だったセクトゥーレ率いるギニアはこれを否決し単独独立の道を歩んだもののそれ以外の植民地はすべてこれを承認した。1959年9月ドゴールはアルジェリア人に 民族自決を認めると発言した。これに、コロンは激しく反発し、1960年1月には、アルジェ市でバリゲードの一週間と呼ばれる反乱を起こした。1961年4月、アンドレ・ゼレール、ラウル・サラン、モーリス・シャール、エドモン・ジュオーの4人が反乱し、ド・ゴールが速やかに鎮圧した。右翼組織 OS a もテロによりアルジェリア領有の 継続を主張したが、1962年にドゴールは独立を承認した。ドゴールはこの間に、たびたび OAS のテロと暗殺の標的となった。1962年8月には、パリ郊外のプティ・クラマールで、乗っていた自動車が OAS により、機関銃で乱射されたが、ドゴールは休死に一生を得た。独自路線1964年。 アルゼンチンのイリア大統領とカナダのド・ゴールゾード、ゴールとアメリカのリチャード・ニクソン大統領。後列中心にいるのはヘンリー・キッシンジャー・ド・ゴールを支えるフランスとベルギーの財界は冷戦の陰で欧州統合を推進し、再び地中海のビジネスを反映させようと考えていた。こうした思惑がド・ゴールの独自路線として実を結んだ。 いわゆるドゴール主義は独裁体制と異なるのである。ドゴールは西ドイツと和解、協力を進める反面、東ヨーロッパ諸国も歴訪し、アメリカ主導の北大西洋条約機構や国際連合に対して批判的な態度を取った。1960年2月、フランスはサハラ砂漠のレガーヌ実験場で原爆実験に成功し、アメリカソ連イギリスに次ぐ、 核保有国となった。1963年の部分的核実験禁止条約には加盟せず、以降もアルジェリアなどで核実験を繰り返し、フランス領ギアナにギアナ宇宙センターを建設して、フランスの宇宙開発も推し進めた。1964年にはイギリスを除く西側先進国では、最も早く共産主義政権下の中華人民共和国を、 国家承認した。同年5月、キューバへ帰還者を輸出する契約を結び、合衆国から避難された。9月からド・ゴールが、直々に中南米諸国を歴訪した。1965年、フッ素原子力平和利用協定を締結した。1966年、フランスが NATO の軍事機構から脱退し、NATO 本部がパリからブリュッセルへ移転した。 この時フランスは国連分担金の支払いを提し、アメリカと近い立場を取るイギリスの欧州経済共同体への加盟拒否も表明、同年11月にフッ素直通電話線設置協定に調印した。また当時激化していたベトナム戦争に対するアメリカの介入を批判し、ベトナムの中立化をアメリカに提案したが、受け入れられなかった。 1967年7月24日には、モントリオール万国博覧会訪問のために、訪れていた、カナダのケベック州モントリオール市で、群衆を前に、自由ケベック万歳。と声を上げ、カナダとフランスとの間の外交問題になっただけで、なく、ケベック独立運動の日に油を注ぐ結果ともなった。9月に、ポーランドを訪問し体制を立て直した。 1967年に勃発したビアフラ戦争で、フランスはビアフラの分離独立を支援した。これはビアフラにある、石油利権を狙ったもので、ド・ゴールも、復心を通じて巧みに工作員を使い、ビアフラ分離独立運動を先導させ、資金、戦時物資をふんだんに送ったという証言が後に出ている。結局アメリカ・イギリス・ソ連の支援を受けた。 ナイジェリア連邦軍が優勢で、ビアフラは悲惨な飢餓状態に陥って崩壊し、独立はならなかった。5月革命と、金戦争、金戦争は、新聞が実際に用いた表現である。世界的な学生運動の高まりとともに、1968年に5月革命が、起こった。フランス全土を、ストライキの嵐が襲い、ド・ゴールの政治生命は危機に陥った。 そこで5月24日に国民投票を提案した。29日、バーデン・バーデンに赴いて軍と連携し、翌日ジョル・ジュポン・ピドゥ首相の説得で国民投票を本位して議会解散を表明した。それにこうしたド・ゴール支持の大規模なデモが行われ、またオリビエ・ジェルマントマがソルボンヌ大学大行動でド・ゴール支持の演説を行った。5月革命は 急速に力を失い、ド・ゴールは、議会選挙でも圧勝して、危機を乗り越えた。しかし、ノール県の BSN は3、35番の買収に失敗した。翌1969年、彼が国民投票に付した上院及び、地方行政制度の改革案が否決された。同年3月、金価格が高騰して24時間のゼネストが巻き起こり、4月に、ド・ゴールは辞任した。 ドゴール主義と金価格の関係は1948年にブレトン・ウッズ協定に対立する形で CFA フランのタイドル相場がフランスフランと乖離しドゴールを支える金融資本家の経済利権となったことに始まる。1952年と1958年のピネー国債は金価格に応じてスライドするものであった。ドゴールは証券収入について 累進課税を適用しなかった。むしろ国際応募者の所得に応じて国際利率を引き上げた上、相続税と贈与税を減免した。1957年に政務県で行われた調査によれば、1953年までに亡くなったわずか33人の相続人が非相続人の購入した1952年国債について10億フランの相続税を免れた。 この額は、ナポレオン戦争の後に亡命貴族へ支払われた、保証金総額に等しいが、デノミされて千万新フランとなった。デュエフト19世紀以来の大資本が1960年前後に、渡り、アフリカで新たな利権を手にすると、1963年、ド・ゴールが国際通貨制度を、金本位制に戻そうと言い出した。そして1965年1月、 フランス銀行が公然と、米財務省へ1億5000万ドルを突きつけ賞金へ交換した。翌月4日の記者会見にドコールが登場し、アメリカは基軸通貨という地位を利用して、フランス経済を支配しようとしているなどと、疎いものを騙すような説明をした。合衆国資本は、デュエフプランが誘致したものであった。1967年10月、 ポーランド訪問とシュナイダーコネクションが身を結び、ローマ教皇とキリシア正教総主教の会見が実現した。11月、ポンド危機に際し、ド・ゴールが金価格を2倍に引き上げるよう提唱した。翌1968年3月の7カ国、中央銀行総裁によるストックホルム会議で金の二重価格制が採用された。 ユーロダラーのインフレーションはドコール主義の集大成であった。ドコール没後もゴーリストはジョルジュ・ポンピドゥー率いる共和国民主連合に結集して議会内最大会派となり、バレリー・ジスカールデスタンやフランソワ・ミッテランといった非合リズム政権下においても共和国連合として議会に大勢力を維持し続け、ジャック・シラクのもとで再び政権を握った。エンジニアのアンブロワーズは ドゴールの政府でキャリアを積み、アルカテル・ルーセントの前身、クッチを経営しながら、フランスの資本主義を動かした。彼の母は、サノフィ創設者の一人であった。彼自身も金融家として、パリバや、ジェネラル・デゾーなどの重役となった。ドゴールの墓ドゴールが亡くなったコロンベレッド・セグリーズには、彼を記念した43メートルもの巨大なロレーヌ十字の十字架がある。 大統領辞任後は、地方のサンソンコロンベレルゼグリーズに住居を移して、執筆活動に専念し、翌1970年11月に帰離制、大動脈瘤破裂により79歳で死去した。希望の回想と題した回想録が未完の絶筆となった。国葬は不要。勲章等は一切自体。葬儀は、コロンベで、家族の手により簡素に行うようにという遺言に、 したがい、簡素に行われた。礼宮は、第4偵察連隊の装甲車によって運ばれた。フランス政府の希望により、追悼式という形での国葬も、パリノートルダム寺院にて取り行われた。第二次世界大戦で、同じ連合国のリーダーであった、チャーチルやアイゼンハワーの国葬より、多くの政府参列者があった。理由として、フランス級植民地のアフリカ諸国や、 軍事、経済で良好な関係を維持していた中近東諸国などからの参列が多かったことも挙げられる。墓地は希望通りコロンベレル・ゼグリーズにある。子供はフィリップ、エリザベート・ド・ボワ州、アンヌの一男事女である。ドゴールは歴史や文学に通じた一級の教養人で、その文章は多くの批評家から評価されている。2014年1月、 ノーベル財団は1963年度のノーベル文学賞候補80人の中にド・ゴールが含まれていたことを発表した。バラ、シャルル・ド・ゴール、HT、名案フランス国民は彼の栄誉を称え、ド・ゴールの名前を施設などに命名している。これらは主な例である。他にもフランス国内には、ド・ゴールの名を冠した道路や広場が無数にある。また、フランス国外でも、 カンボジアプノンペンのシャルル・ド・ゴール通りなど、フランス語圏を中心にド・ゴール由来の名を冠した施設がある。シャルルを参照。ジャンヌの父、父の母、その兄弟、その娘、その伴侶がオンベルグである。ドイツ軍の砲撃で重傷を負い、気絶したが、戦死と判断され、死体運搬車に乗せられた。しかし、輸送途中に意識を取り戻し、事なきを得たという。 戦死と聞かされたペタンは、個人的な長寿を作成したという。天女の宿には、後に、ロシアの赤軍元帥となり、スターリンによって粛清されたトゥハチェフスキーがいた。トゥハチェフスキーは、ドゴールに対し、未来は我々のものだ、くよくよするなと、保虜生活を慰めたという。その時の赤軍司令官は、共に保虜生活を過ごしたトゥハチェフスキーだった。長男、 フィリップ、長女、エリザベート、次女、アンヌの三人の子を設けた。フィリップの名は、当時の上官で後に宿敵となったペタンが名付け親となり、彼自身から譲り受けた名である。次女アンヌは生まれつき知的障害を持っていたが、ド・ゴールはアンヌが20歳で亡くなるまで惜しみなく、愛を注いで育てたと伝えられており、家族に対してすら打ち気だった、ド・ゴールが、 唯一心を開けていた相手がアンヌだったと、親戚が揃って10回している。イボンヌは、次女、アンヌの死をきっかけとして1934年、アンヌのール基金を設立し、恵まれない子供たちへの援助を行った。この講演を文書にまとめたものが1932年に出版された剣の派である。この書は、フランス版、我が闘争あるいは、 ドゴール版、我が闘争とも評されている。イギリス議会や閣僚はことを荒立てることを恐れ、それを中止させようとしたが、チャーチル首相の指示で放送は強行された。この放送は後に、フランスの反撃の呪しとして高い価値を与えられるが、当時直接聞いていたものは、ほとんどおらず、また録音されていなかったため再放送されることも、なかった。しかし、翌日にはまだ、 いくらかの自由が残っていたビシー政権下にあるフランス南部の新聞のいくつかがこの放送について小さな記事を掲載し徐々に知られるようになっていった。6月7日、モーリス・クーブ・ド・ミュルビルが同委員会の財政担当委員となった。1945年の閣僚にはスウェズ運河会社代表のエム・ビュラン・デ・ロージー・ヤーズやシュナイダー家と隕石関係にある スペイン大公の子、そしてパトリス・ド・マクマウンの子孫などがいた。1944年時点ではラコステがいた。辞任の審議は、議会の優位を主張する、政党側に対する不満があったと言われている。連合の首脳陣には、ド・ゴールと、家族関係にあるブルジョアジーが見られる。資金管理は、ロスチャイルド銀行支配人のルネ・フィオンへ委任された。1952年には、 の一部が分裂した。ドゴールは清掃を嫌い RPF を解体した。彼にとって財界の支持こそが重要であり、RDF そのものは違ったのである。同年11月インドシナ銀行がルクセンブルクにコンサフリクを創立した。ここには元素人のハンブローズやランウェール系のブリュフィナなどが参加した。5月24日、ドゴールはジョルジュ・ポンピルに電話して、 官房長官に誘った。1958年9月末、ルエフは産業資本家出身の増将、アントワーヌ・ピネーが設置した経済諮問会議の委員長となり、経済再建計画を投申した。このルエフ委員会には、ラザードのパートナーで支配人の議員とか、ソジェン会長ロランだけでなく、パリバやノーベルの重役で、ペシネー会長のラオーも参画した。ピネーは、 ド・ゴールと意見が違ったので左遷され、フランス銀行総裁だったビルフリドが仕事を引き継いだ。12月にアルジェリア5カ年計画をド・ゴールが発表した。翌年初頭にかけて、フランスにアメリカ資本が、一方でアフリカにドイツ資本がフランス資本のイニシアティブで誘致された。なお、時の国務大臣、ルイ・ジャキノが夫人を通じてラザード株を20%保有していた。 ドゴールはまた、かつての自らの党である、フランス国民連合の更新、社会共和派などを結集して、新たな与党として、新共和国連合を結成した。1959年11月26日に、同党の会計係を任されたのは、ユニリー・バジュー役たる、ミゾフ海軍大将の息子であった。もともとフランスは、欧州最大のウラン製国であったが、ナナ鉱山は、 ユーラトムの利権となった。なお、同年、リュエフがアカデミーフランセーズ会員となった。この中立化構想は戦後になってアメリカ側でも再評価が試みられるようになった。1968年5月、西ドイツでは非常事態法が成立した。パリワとラザードが BSN を支援していたが、両校は1957年4月30日。 ロスチャイルド銀行とも協力して、サハラフランス会社を設立し、ド・ゴールのユーラフリカ政策に寄与した。この改革案自体は議会を通過させることが不可能ではなかったにもかかわらず、ド・ゴールは側近たちの反対を押し切って、あえて国民投票を行った。その真意は明らかではない。パリ解放の翌日、パリ市庁者のバルコニーから行われた民衆に向けてのスピーチ。 民衆は愛活祭だったが、レジスタンスの働きや自由フランス軍以外の連合軍の働きについて全く言及がなかったため、一部からは品種高かった。ありがとうございます。